まあ、選挙で投票しても変わらないんですよ。実際には乗っ取られていますけど、そういう真実を知らない人がたくさんいて、この意思を持ってない人じゃないと変えれない。世界が変わる。初めてこれで変わる。皆さんこんにちは。こんにちは。高崎チャンネルです。今回はアキラボーイさんにゲストにお越しいただいてます。よろしくお願いします。どうもアキラボーイです。よろしくお願いします。いや、前回の動画でも、はい、情報リテラシーというか、はい、ニュースの見方、ね、ニュースの見方ですね、はい、について勉強させていただいたんですけども、それに関連して、はい、選挙についてですね、はいはい、今日はテーマでお話し聞いてみたいと思います。ツバ、ね、も、ね、されてる、はい、そうですね。2022年にごぼうの塔から出馬しました。すごいですね。縁があってっていうことで。そうですね。はい。で、その中でも、僕も出馬して、選挙活動していく中で、一番言いたかったのは、うん、選挙率を上げるというか、投票率ですね。うん、投票率が今 50% もないので、うんうん、選挙に行こうと、いうことを一番言ってたんですけども、まあ、とにかくこう、諦めムードっていうのがすごく気になっていて、日本全体の。そうですね。うん。もう誰に投票しても一緒だよとか、ね、自分一人、うん、一票で何が変わるんだよみたいな、うんうん、そういう風潮がすごく気になっていて、それこそ一番良くないって思うんですけども、そうですね、うん、はい、選挙っていうことに関して、うん、あと今の風潮に関して、どのような見解をお持ちでしょうか。はいはい。はい。ちょっとね、この選挙とか政治のところはちょっと独特な考え方を、僕はしてるんですけども、はい、まあ、選挙なんですけども、まあ、例えば先日のね、衆議院選とかもありましたけど、うん、まあ、選挙で投票しても、まあ、変わらないんですよ。でも、うん、まあ、確かに。確かに。確かにね、うん、これはもう確かに変わらないんです。僕も、ひっくり返ることはないけども、入れてるんですよ。うんうん、で、この投票するという意思が、実は一番大事だと思ってて。っていうのはですね、選挙行っても社会とか政治は変わらないよって思ってる人は絶対にその人の社会や政治は変わらないんです。うんうんうん、そう思ってるんだから。でも、僕はね、変えるんだって思ってるんですよ。うん、この、社会や選挙を変えるために一票入れるんだ。そういう行動をするために一票入れてるんです。で、この行動とか、変えたいんだっていう意思が一番重要で、で、この意思を持ってない人じゃないと変えれないと思ってるんですよ。これは、スピリチュアル業界でよく言う、引き寄せの法則って言うんですけど、はいはいはい、そう思ってないと必ず変えれない。で、ただですね、で、もう一個、ポイントがあって、ただ、じゃあ、選挙に一票入れて、ああ、これで変わるのを待とうって思ってる人の世界も変わらないんですよ。今度。と言いますと。というのは、誰かに一票入れて、誰かが政治を変えてくれるだろうっていう待ってる人っていうのは、他人軸を生きてる人なんですね。なるほど。で、そこに自分の意思もない。自分軸がない、うん、で自分軸がない人って世界を変えれないんです。自分が思ってないんで、うん、自分はまあ何か何もしないけど、うん、自分は何もしないけど誰かがやってくれるだろうって思ってる人の世界はもちろん何も変わらない。だって自分が何もしてないんだから、うんうんうん、だから一票入れるだけでは変わらないんです、うんうん、で一票入れてね、入れて私もこの社会を何か変えるために、この政治を変えるために何か動かないといけないって言って動く人の世界が変わる。初めてこれで変わるって思ってるんですよ。なるほど。だから、まずは一票、まあ、変わらないとしてもね、変わる可能性はあるんですよ。はい。ね、選挙で、その選挙の一票で政治が変わる可能性はあるんで、うん、その、可能性にかけて、まずはそこに一票投じるっていうのは、まず、これも一番基本的なところなんですけど、うん、その意思がないと、まず社会は変わらないんで、その意思を持ちましょう。うん、社会を変えるために、まず一票を
私が変えるんだっていう意思を持ってその一票を投じてください、この意思を持ちましょうっていうのと、うん、でその一票を投じるだけじゃなくて、うん、自分で変えないと変わらないんだから、うん、自分でちゃんと動いてねっていう、でそういう人たちが増えて初めてこの日本の社会は変わるんだろうなって思ってる、うん、いやまさしくそうだと思います本当にだからまあ、ちょっとまあ、そうなんですね、まあ、どんどんかもしれないんですけど、そういういや、うん、分かります、まあ、とにかくこう諦めてたらそうなんです、まあ、そこで試合終了っていうか目覚めてる人でさえなんか諦めてる人、ね、なんかたまにいるんですけど、うん、はい、なんか諦めってどないするのって、そうなんです、諦めたらもう終わりよって、何も変わる、だって諦めてるんだから諦める世界になるよっていう思うんですけどね。そうなんですよ。で特に不正選挙の件あるじゃないですか。そうなんですね。でもちろん僕もその不正選挙がない、うん、ないとは言わないですし、うんうん、でも僕はこう不正選挙の話をすればするほどそれを聞いた人が行かなくてもいいやってなってしまうんで、うんうんうん、そもそもその不正選挙があるんじゃないかって騒がない方が、うんうん、むしろエネルギー的にはいいんじゃないかと思っていて、そうですね、でも多分そう、うん、そうかもしれないですね、まあ、その、ね、とにかくこの行ってない半分の人が、うん、みんな投票行けば、うん、そのよっぽどじゃないとこう変えづらいじゃないですか、不正があったとしても。そうですね、僅差だったらちょっとごまかしていけるかもしれないですけど、うんうんうん、バイデンジャンプとかありましたけど圧倒的に本当に国民が これが私たちの望んでるとこだっていうところに行けば、うん、そんなにごまかせないと思いますし、そうなんですよね。だからそこなんですよね。だからね、結局ね、人数は多分不正選挙があったとしても、うん、多くの人数が投票すれば多分勝てるはずなんですよね。そうですよね。ただ多分ほとんどの人が投票しに行っていない。うんうん、でこれやっぱね、なんか僕でやっぱほとんどの人が目覚めてないっていうのもあると思うんですけど、うん、本当のなんか真実、まあ先ほど言ったニュースのね、裏側でお金儲けだけ、お金儲けのためだけにニュースが流れてるとかね、そういう真実を知らない人がたくさんいて、うん、で、まあなんか目覚めきれてない人がたくさんいるんですけど、だからそういう人がほとんど、うん、ほとんどなんで選挙やっても、そういう人がほとんどなんで投票もしないし、目覚めてる目覚めてないに関係ない、ね、若い子とか喋る時もあるんですけど、話すると例えばそもそも陰謀論が何のことかさえもわからないし、うん、そもそも政党の名前さえ知らない、うん、どこがいいかさえも知らない、うん、まあ、自民党ぐらいはなんか聞いたことあるけどぐらいなんですよ、うんうん、ぐらいの知識しかないんです、うん、だからそこをもっと勉強させたりとかですね、うん、していかないといけないんですけども、ただほとんどの人がこのピラミッド社会という中でやられてしまってて、うん、例えば仕事が忙しいとか、うん、もうずっと仕事してて、仕事が終わったらもう休みたい、休んで寝たい、で一日休みがあればね、たまの休みなんで遊びにも行きたい、うん、そんな選挙とか政治の勉強してる、ね、場合じゃない、遊びたいんだと、うん、気分転換で遊びたいんだという人がほとんどなんです、うん、もうほとんど、だからそういう中で選挙に興味を持ってもらわないといけないんですね、うん、だから僕は笑顔で世界を変えれるって思ってるんですけど、うんうん、笑えるような笑い話をどん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 提供していけばね、仕事終わった休みの日でもね、なんか笑えるからこれ見ようかって言って、うん、でその笑ってる間に政治の情報がどんどん入っていくっていう方針を取ってるんですけど僕は、うん、だそういう方がいいんじゃないかなっていう、なんか楽しいを提供することで、うんうんうん、目覚めさせていく、やっぱ楽しいことが、ね、うん、好きだと思うんです、日本人ってすっごい、はい、笑ったりとか遊びに行ったりとか、うん、なんかで怖いことって嫌いな、多分日本人って、うんうんうん、だからこのままだとなんか日本が乗っ取られるぞとかね、海外のやつが攻めてくるんだぞとかね、怖いことを言われるのが嫌いなんですよ、うん、だからそういう、まあ実際には乗っ取られてますけど乗っ取られてるんですけど、はい、そういうことは言わずに、うん、言わずになんか楽しい
を提供していって、うん、その、あの、片隅で目覚めさせていくのが、僕的にはいいんじゃないかなと思ってて。うん、そう。確かに。そういった意味だと、本当にお笑い芸人の方々も、僕は本当に尊い仕事だと思っていて、うん、もう笑いがないじゃないですか、日常で。そうそう。仕事行って疲れてみたいな。うん、本当にそうなんですね。うん、だから、あの、そういう、だから、あの、ところを目指していけば、でもちょっとずつなんですよね、うん、きっとね。ちょっとずつしか変わらないんですけど、うんうんうん、でもあのこうやってあの出馬したりとかしてくれる人がいたりです、あのそういう人がちょっとずつ増えていくことで、やっぱちょっとずつやっぱ変わると思うんですよね。今まででも本当にあの入れるとこなかったんですよね。本当にあの投票するとこ本当になかったんで、ね、本当になかった、ね、だからあの、はい、のお父さんとかね、はい、三世党さんとか、まあ、れいわ新選組でもね、あの入れるとこができたっていうのはすごいことだと思う。そうですね、本当に。それ入れれるっていうことは変えれる可能性があるっていうことなんで、あの入れた方がいいと思うんで、なんか選挙がもっと笑い話になったらね、面白い、あのいいと思うんですけどね。そうですよね。政治選挙ももっと笑い話にできたらいいと思う。確かに。でもできるかもしれないですね、この政治選挙はきっとね。そうですね、なんか昔あの三宅洋平さんっていう人がいて、選挙フェスっていうのをやって、結構渋谷が、うん、10年ぐらい前ですかね、うん、渋谷がもう若者で盛り上がったみたいなのがありましたけど、うん、なんかすごくこう硬いイメージじゃなくて、そういう楽しいというか、うん、そうなんです、ね、うん、柔らかい感じのいいかもしれないですよね。そうなんです、ね、はい、いや本当にありがとうございます。なんかいえ聞けてよかったですなので選挙についてですね、うん、語りましたけれども、本当にまあ、一人一人ができることをするそうです、ね、っていうことと、まあ、知っていく、情報を知っていくってことと、まあ、ポジティブにっていうとちょっとまあ浅い感じになってしまいますが、良い状態で一人一人がいることで、うん、まあ、余裕も出て、で、政治にもまあ関心を持って、できることをしていくということで、でね、うん、はい。貴重なお話をありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。